愛が作るご飯は世界一だよ。ゆうきったら褒めすぎだよ。でもありがとう。俺愛と結婚できて本当に幸せ。私も本当に幸せよ。私の名前は愛。夫のゆうきとは結婚して2年。毎日幸せいっぱいだ。地味な私をこんなに愛してくれるなんて本当に幸せ。愛、愛してるよ。私もよ、ゆうき。あれ、邪魔が入っちゃったわね。続きは後からのお楽しみだ。もうゆうきったら。じゃあ私出るわね。舞、どうしてここに？やっほー、お姉ちゃん久しぶり。ここに住んでるって人づてに聞いたんだ。そんな幸せな時間を壊すように妹の舞は突然現れた。舞と会うのは5年ぶりだ。いや実はさ、ちょっと今月ピンチでお金貸してほしいんだよね。はあ、5年ぶりに会ってそれ？あんたに貸すお金なんてあるわけないでしょ。もう相変わらず地味な上にケチね。あ、お邪魔するわよ。ちょっと、どういうことよ。もうちょっとくらいもてなしてよ。私たち家族じゃない。家族ですって？舞は地味な私とは違い、華やかで美人。昔から私のことを見下していた。5年前、家のお金を持ち出して妻子ある男と駆け落ち同然で家出した。それ以来消息不明だったのだが、突然うちにやってきたのだ。あの男とはもう別れたのよ。だからお金ないの。お姉ちゃんどうせ彼氏なんていないからお金貯め込んでるでしょ。ちょっとくらい貸してくれてもいいじゃない。勝手なことばかり言わないでよ。怖い怖い、怒らないでよ。愛、大きな声出してどうしたんだよ。そちらは？あ、ゆうき、私の妹。え？ちょっとお姉ちゃん、あのイケメン誰よ。誰って私の夫のゆうきだけど。え？お姉ちゃんそんなに地味なくせに結婚してたの？ねえ、あんな地味なお姉ちゃんより私の方がいいでしょ。お姉ちゃんと別れて私と一緒になりましょうよ。ちょっと舞、やめなさいよ。舞は昔から私が大切にしているものは全て奪う子だった。食べ物や服、友達や初恋の人まで。でも勇気だけは絶対に奪われたくない。いい加減に。愛のことをバカにするな。え？俺は愛のことを心から愛してるんだ。俺が愛から離れることはない。妹だろうとなんだろうと、今すぐ出ていけ。普段は穏やかで優しい勇気が急に大きな声を出したので、私はとても驚いた。でも正直ちょっと嬉しい。ということですので、お引き取りいただけますか？ちょっと。それじゃさようなら。もう二度と会うことないでしょうけど。何よ、私の方がお姉ちゃんよりもずっと美人なのに、どうして私ばっかりこんなに不幸なのよ。許せない。絶対にお姉ちゃんから全て奪ってやる。奪ってなさいよ。ふっ、はあ、ゆうきごめんね、迷惑かけちゃって。妹の舞、会うの初めてだよね。昔からああいう子なの。私はあの子には何にも勝てなくて。愛、そんなこと言うなよ。愛は何も負けてないじゃないか。愛は最高だよ。俺はこんなに愛のことを愛してるんだから。ゆうき。ひょひょー、お熱いな。いつからそこに？ごめんなさいね。ちょっと騒がしかったから様子を見に来たの。でもお邪魔しちゃったみたいね。すみません。ライブイベントでもしてるのかと思ったんや。チェクラー。そんなにうるさかった？この人たちはお隣に住む竹内さん一家。テル子さんは私たちが引っ越してきたばかりの頃にいろいろと親切に教えてくれて、それ以来家族ぐるみで仲良くしている。ちなみにカリンちゃんとカジノくんはかなりやんちゃ。それでさっきドアを蹴っ飛ばしてた下品で野蛮な人は誰？変なことばっかり覚えないの。でもちょっと心配よ。何があったか聞かせて。
ご迷惑をかけてすみません。あの子は私の妹の舞で、私にお金の無心をしてきたんです。それに勇気に色目を使ってきて、それでちょっと揉めてたんです。それで勇気さんはあの女になびいちゃったってわけ？やらしい、このヒロプニ旦那。そんなわけないだろう。俺は愛一筋なんだから。もう勇気ったらお子さんの前で、ひょひやかしなプニ。何にも心配いらないわよ。勇気さんはあなたをこんなに愛してるんだから。でも舞のあの様子じゃきっとまた何か仕掛けてくる。私不安で、また私の大切なものが奪われるんじゃないかって。何言ってるの。まだ何も起こっていないことを心配しても仕方ないじゃない。明日何があるかわからない世の中なのよ。今を大切にしなきゃ。何かあった時、もっとあの時楽しんでおけばって後悔するわよ。そうだよアイ、テルコさんの言う通り、俺たちは今まで通り変わらず幸せな生活を続けよう。そうね、テルコさんありがとうございます。私ったらいいこと言うでしょ。そうですね、さすがテルコさん。まあまた何かあったら相談してよ。俺たち少年タンプニ団も味方だよ。何でも解決しちゃうから。こんな、あんたたちは見た目も中身も子供でしょ。じゃあ私たちはこれで失礼するわね。これからお楽しみでしょうし。そんな、うん、そういえばゆきさん。はい。あなたこの前街中で見たわよ。道に吸い殻捨ててたでしょ。まったく、奥さんだけじゃなくて地球のことも愛してほしいものだわ。俺は喧嘩なので人違いじゃないですかね。まあ、しらばっくれるのね。私ちゃんと見たんだから。でもむーん、まあ今回は多めに見てあげるけど、もうポイ捨てなんてやっちゃダメよ。だから俺じゃ、まあ言っちゃった。まあきっとテルコさんの見間違いよ。あなたが嫌煙家なのは私が一番よく知ってるもの。はい、俺のこと信じてくれてありがとう。当たり前じゃない。そう、中に入ってさっきの続きだ。それからテルコさんの言う通り、私たちは今を楽しもうと決めた。旅行に行ったり食事を楽しんだり、とにかく二人の時間を大切に過ごした。明日何があるかわからないから後悔しないように。うーん、また買い物しちゃった。プニキンがどんどん増えてくよ。見ついてくれる男は早く探さなきゃ。そういえばお姉ちゃん、いいマンション住んでたな。旦那さんエリートっぽいし。思い出すだけでもムカつく。ん？あれって、いいこと考えた。私のことバカにするとどういうことになるのか思い知ればいいのよ。アイさん、大丈夫？はい、大丈夫です。ありがとうございます。前から電話。妹さん？もしもし？ごめん、今ちょっと忙しいから、お金の話なら。お金の話なんて二の次よ。は？じゃあ何？何の用なの？今、私が誰といるかわかる？知らないわよ。ていうか、私は今それどころじゃ。誰といるか聞いたら、そんなこと言えなくなるから。あんた、一体何が言いたいの？教えてあげる。今、私、ゆうきくんといるの。はぁ？何言ってるの？お姉ちゃんの旦那の子、妊娠したんだ。ちょっと待って、どういうこと？ゆうきと一緒にって。偶然街中でゆうきくんに会って、それから二人で会うようになってね。お姉ちゃんの前では愛一筋みたいなこと言ってたけど、今ではゆうきくん私に夢中なのよ。ごめんね。だからお姉ちゃんはすぐに離婚し。冗談やめて。今旦那の葬式中なんだよ。はあ、何言ってるの？ゆうきは亡くなったの。
先日公園から道路に飛び出してきた子供を助けようとして。危ない！交通事故で亡くなったのよ。舞が一緒にいるのは勇気じゃない。そんなわけないわ。だってずっと自分のこと勇気だって。違うって。そんな、それじゃこの男は顔がそっくりなんだったら、多分その男は勇気の双子の兄のコウキ。はあ、双子？そんなよくできた話信じるわけないでしょ。本当よ。ちなみにその男は、わかった。お姉ちゃん自分の旦那取られて悔しいから負け惜しみで言ってるんでしょう。やっぱり美人な妹が羨ましくて仕方ないのね。そんなに信じられないなら見せてあげる。勇気は棺桶の中よ。私は今あなたに構ってる暇ないの。そんな、嘘。うん、じゃあ私が街中で見たポイ捨てしてた男も。はい、おそらく勇気じゃなくて好奇だと思います。勇気は喫煙者じゃないしポイ捨てなんてする人じゃなかったから。え、あれ、勇気くん。だから勇気じゃないって。いなくなった。嘘でしょ。財布がない。通帳や印鑑も。一体どうなってるの。コウキは勇気と違って金に汚い最低なやつだって教えてあげようとしたんだけど遅かったようね。あんたと同じようなタイプらしいのよ。嘘。全財産取られた。どうしよう、私プニキンもあるのに。勇気くんから3通でもらう予定だったのに。許せない。お姉ちゃんばっかり幸せになって、私の方がずっと美人なのにどうしてこんなに不幸なのよ。お姉ちゃんのせいで私は不幸なんだから、どうにかしてよ。ちょっと待ってよ、そんな勝手な話ないでしょ。自業自得よ。自分でどうにかしなさい。旦那を亡くした私に幸せだなんてよく言えるわね。だってお姉ちゃん、これから保険金とか遺産とかなんかよくわかんないけどたくさんもらえるんじゃないの。ちょっとくらいいじゃないの。冗談じゃないわ。付き合ってられない。もう二度と連絡してこないで。ちょっと舞さん、いるのはわかってるんだ。早く金返せこれ。おい、もうやめて。辛いわね。こんな時に私たちがついているわ。ありがとうございます。もちろん悲しくて仕方ないですけど、でも照子さんが言ってくれたように、私たち夫婦は毎日を大切に過ごしていたんです。だから彼との思い出はたくさんできて、本当に事故で夫を失ってまだ気持ちの整理はついていない。でもいつまでも後ろ向きだと、きっと勇気に怒られてしまうから、私はこれからも一日一日を大切に過ごしていきたい。勇気さん見て、俺は水のプニキューで、私は恋のプニキュー。ちょっとお仏壇の前でやめて。いいんですよ、勇気も賑やかな方が楽しいと思います。あれから数ヶ月が経ち、だいぶ気持ちの整理がついた。子供を助けた勇気の行動は立派だった。私は彼を誇りに思う。一方、勇気の兄コウキは舞の財産を持ち出したプニ島の罪で逮捕された。この逮捕から芋づる式に他の罪も発覚し、かなりの刑期になったらしい。そして舞は子供を出産した後に絶縁状態だった実家に泣きついた。両親に助けてもらいながら子育てをして、自分の力で働きながらプニ金も少しずつ返している。
今回のことで相当反省したようで、きちんと謝罪もしてくれた。そろそろ私も舞のこと許してあげようかな。てるやまゆ、かりんです。動画を最後まで見てくれてどうもありがとう。竹内一家ってことはもしかしてお父さんは？お察しの通り彼よ。あー、今回出てきてないイケメン超いっぱいいるはずなんだから、そっちでもよかったじゃん。人は見かけじゃないの。よかったらみんな動画の感想をコメント欄で教えてちょうだい。グッドボタン、チャンネル登録、ベルマークの通知もオンにして、これからも応援よろしく。バイ、センキュー。